どうも山田です。はい、ですね、新しくなった、ゴーロケット団たち、はい、こいつらのですね、手持ち入れ替わりになりましたよっていうのは動画の中でね、お話しさせていただいたんですけれども、じゃあこいつらをね、クリアどういう風にしようかというふうに思いまして、今回ですね、ちょっとクリフ、アルロ、シエラそれぞれとのね、ちょっとバトルをしていこうと思います。ということで一旦ですね、上野の方に出てきています。ここから探すんでね、ちょっとどれくらいで終わるのかちょっと分かんないんですけども、まずですね、シエラがいましたので、シエラとのバトルしていこうと思います。はい、でシエラなんですけども、初手がアブソルなのは確定しているので、1手まずはルカリオですかね。はい、あ、でも俺のルカリオ、これシャドボ覚えてたっけ。シャドボを覚えてるかどうかで結構変わってくるんで、ちょっと一回、あ、間違えた、もう、いやいや、説明しながら行こう。まず1体目はルカリオで、アブソル、まあ悪で鋼ですからね、一旦格闘を当てておくという感じですね。はい、グロパンと波動弾で、グロパンをね、まずはシールド剥がしにかかります。で、アブソルの後なんですけども、いろいろ可能性、ラプラスとノクタスと、あともう1体なんだっけな、フーディンだっていうのがあり得るので、この辺の中でいうとラプラス以外の2種だったら、こいつ正直そのまま、ルカリオを突っ張っちゃっていいかなと。でルカリオ一旦シールド剥がしちゃいます、相手のね。何よりもシールド剥がし、何よりもシールド剥がし、 OK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  よし。で次はラプラスだった場合がですね、ちょっとねどうなるかな、まあ、格闘で波動弾を当ててやればなんとかなるかもしれない。ノークタースとかでも、あ、このままいった、あ、いいねいいねいいね、勝てるんじゃないか、これ勝てるんじゃないか。波動弾どうだ、あ、撃った、あ、いや、これ波動弾打たなくてよかったな。いや、まあこっちのヒットポイントやばかったしよかったか。はい、でラスト、おー、ダーテング、ちょっと待って、これ一番ぬるいやつ、一番ぬるいやつで、最後ちょっと、やばい、もう実は今ね、右手でねカメラをねめちゃめちゃ支えてるんでね、すごい、あ、やれちゃった、オッケー、うちのトゲキストさんのアマエルでいけました。今回ちょっとごめんなさい、これね一番簡単なシエラだった、これ一番簡単なシエラ、マジで。もうルカリオが全員にちゃんとダメージ与えられる、もうグロパン打って波動弾とか、もう、まあ、正直グロパンでガンガン上げるだけでもだいぶいい感じのシエラだったんで、これはとてもヌルヌルでした。はい、ということでアブソル来ました。まあでも今の動画で分かったと思うんですけども、ルカリオバカ刺さってますね。はい、もうありがたい本当に。これね、色違いいるらしいからね、やりたいところですよ。1回目、2回目、3回目、 OK。 はい、ということでシャドウアブソルをゲットだぜ、ありがとうございます。いいね。じゃあ君はどんな感じ、 OK、 まあぼちぼち。ちなみに今僕が使ったルカリオなんですけども、技構成はまあさっきバトル見て分かったと思うんですけども、まあまあ厳選できてます。攻撃だけ14で、あと15、15、14、15、15の、はい、ルカリオですね。でその後に出したトゲキッス、あいつがですね、一応 100% なんで、結構高個体値を一応固めてます。ただ正直今のね体力の感じだと、その高個体値90、100% 近いとかじゃなくても勝つのは多分全然いけると思います。最後ね、で俺2枠はもう確定でいいと思っていて、1枠目は、さっきみたいに、まあ、格闘ですよね。まあ理想はやっぱりルカリオで、2体目が今トゲキス入れてて、でここの2個はもう固定で、あと1体がその都度変わるかなと。はい、ただまあ本当にね、だいぶ2体で抜けると思う、さっきの感じ見てると。あとはまあバンギラスを入れたりとか、磁場コイルを入れたりとか、僕は一旦バンギラスって感じにしておきましたね。よし、じゃあ次行きましょう。はい、ですね、クリフの方よいしょ見つけました。クリフの場合は1手目が、脅ししですね。なのでもう格闘で、もうこれは確定で、いいかなと。で真ん中のラグラージュがですね、実は全然育成したい子なんですよ。強化すごい中途半端なんですけども、ちょっと試しにこいついけるのかどうか見てみようかなと。今回試しにルカリオ、ラグラージ、ロズレイドっていう状態ですね。初手は脅ししなので、ルカリオでシールド剥がしながら、脅ししを倒して、その後はもう一旦ラグラージに2体目、相手の2体目はラグラージならどれでも一応刺さる状態になっておりますので、攻撃していこうと思います。で最後が、パターンがどのパターンかによって正直勝てるかどうかだいぶ変わるかなというふうに思います。まあ、やっていきましょう。まず初手ルカリオ、グロパン、グロパン、脅ししにグロパン、おら強いな脅しし、
はい、ここはカメラ持たなくていい場所を置けたんですごくちゃんとスワイプできたけど、グレート。はい、待って、これグロッパ2発目いけるかな。シールド剥がしができるか、剥がしきれるかな。あ、いけるか。 OK、 よかった。で、2枚これで使わせることができました。で、ここでこちらもポケモンも入れ替えます。ラグラージ、はい。で、技1も早いし、技2も、はい、ハイドロカノンということで、どうかな。初手ワーク、ハイドロカノンで、お、抜群取れた。 OKOKOK、 一旦ハイドロカノン打っとこうか。何、お、バンギ、よし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 。でも格闘が実はもうね、バンギのために打てないから、このままラグラージでどこまでこう削れるかだな。はい、ハイドロカノン、よし、いいよ、いいね。で、一応ロズレイドもまだ残ってるから、なんとかなんじゃねえか。一旦ちょっと脅ししがね、なんかね、色違いの可能性がね、ワンチャンあるか。あ、入れ替えとこ、ロズレイドにしとこう。よし、はい、あった、うん、倒した、倒して。いや、ごめんなさい、なんで変えたかというと、ボール3つある状態、誰もやられてない状態でちょっとクリフ倒したかったなっていうところなんで、ボールを確保したかったんでね。はい、ということでやったんですけども、最後だったんで、もう全然変えなくてもよかったですね。はい、ということでクリフも撃破いたしました。クリフ撃破、はい。それじゃあ次いきますよ、ゲットチャレンジでございます。クリフの場合は最後はね、ドライトスとかだとちょっと怖かったんだけども、そうすると氷のね、例えばフリーザーとかいた方が良かったんですけど、あ、こっちなんだ、なるほどね。いや、なんかごめんなさい、てっきり僕クリフがゲットチャレンジで出してくる脅ししもクリスマス仕様なのかなって勝手に思ってたんですけど、そんなことないんですね。はい、通常の脅ししでございました。はい、こうなってくると本格的にもうシエラとアルロさえやってればいいまである。いや、マジで、はい、私し、よし、オッケーオッケーオッケー。今のもだいぶ楽な方でしたね。あと CP、 うちのラグラジ低かったけど、いけるね、いけるね。勝てたね。まあ、イワークっていうのも正直あるからね。ガラガラの時もさっきのラグラージで問題なしで、イワークも問題なしで、エレキブルの時はマットショットの方で、ダメージが結構稼げるかなというとこですね。で、ハイドロカノンでは別に抜群ではないんですけども、技1でゴリゴリ削っていくみたいな感じになると思います。ワンチャンそこでやられちゃった可能性はあるかもしれない、さっきの CP だとね。なので、まあ、基本的には皆様ちょっと育成は一応しといた方がいいと思います。はい、あとはさっきは一番あの流れでいくと一番簡単だったバンギラスだったのですごい嬉しかったんですけども、あとはラグラージとドダイトスの場合がありますね。で、ラグラージだった場合は、ロズレイドがいるので、まあ、それで抜群が取れる。で、もう一種類ドダイトス、これの場合はですね、ぶっちゃけ多分負けたんじゃないかなと。はい、って思います。氷で弱点つかないとドダイトスちょっと硬いんできついかなと。はい、なんでもしも最後はドダイトスだった場合は再突入して編成を、ロズレイドから、まあ、フリーザーとかそういうのに変える感じになるかなと思います。はい、アルロ見つけました。アルロ初手が、タツベですね。はい、色違いタツベシャドウで欲しいところですが、まあ確率は低いでしょう。一旦ね編成しましたが、見てください。アルロ、はい、ディアルガもう本人がドラゴンなんで最初のタツベですね。もう普通に弱点つけますと。まあこれフェアリーとかそっちの枠でも良かったんですけど、今回は流星群が後々ね、ゴリ押しで結構刺せるかなと。で、その後なんですけど、リザードンと、ハガネールとカメックスですね。で、真ん中のドサイドンが、地面で統一してあるんですけど、技解放もした状態で、ストーンエッジも覚えてるんですよね。はい。なので、一応岩技もいけますが、それがハガネールと、リザードンにうまいことさせるかって感じですね。カメックスが来ちゃったら、もうだいぶきついと思います。はい。最後が、海竜ボーマンダ、海竜ボーマンダなんだっけ、あ、ハッサムだ。マム氷なんで両方に刺せるんですけれども、ハッサム来たら全然刺さってないんで、この場合もやってみるけど多分撤退になるんじゃないかな。うん、だからカメックスとハッサムパターンになると、第2陣第3陣ドサイドのマンブーがゴロッと入れ替わって、もう一回挑戦する感じになるかなと思います。ということでやっていきましょう。まずこのタツベがディアルがどれくらいいけるかだな。はい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 、あー、いいねいいねいいね、だいぶ早いね。ただやっぱシールドを剥がしたいってことを考えると、ディアルは流星群、うわ出たよカメックスパターン。
頑張って3体目まで使っていいから、こっちもね、相手はもうこれでシールドないから OK で、マンムーでなんとか相手の残ったヒットポイント削って全部の編成見ましょう。2体目が完全に相性が悪かったとしても、このあとどうなる、ハッサムパディー、もう無理、これは無理、これは無理一番ダメなやつ、一番相性悪いやつ、ちょっと笑うぐらいどうしようもないやつ、これは変えてきまーす。 OK、 じゃあこんな感じのパーティーで今回行ってみようと思います。よいしょ、よし、流星群だけのね、状態だったんですよ、うちの子が、うちの子がってなんですけど、だったらマジシャとかツバメ返しの方が出が早いのではないでしょうかと。はい、でシールド剥がしも早いのではないでしょうかというところですね。ツバメ返し、マジシャ、もう何でもいいです、当たればとりあえず、はい、はい、いや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 、飛行が一番苦手、飛行が一番苦手、はいはい、ブロックされました、シールかいこの野郎って感じですね。さあ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 、いけ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 、もう一枚剥がしたい、剥がせそうだな、硬いもんな、うちの子な。はい、ツバメ返し、いけ、よし、 OK、理想的。でももうこれ正直ね、シールドただ剥がすだけだから別に、はい、エクセントじゃなくてもいいんだけど、練習しなきゃね、勝てませんから。さあ、いえ、はい、よー、よし、行くぜ。ここでうちの雷光、シールドが常にね、もう相手がないので鬼有利な状態で立ち回らせていただきます。はい、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 横軸からの縦軸のね、このやつ、ああ苦手なんだよっていう話をしたらミスったでしょ。うん、変わると困るんですよ僕。はい、でハッサン一旦ワイルドボルトでちょっと削れるところまで削っとこう。はい、はい、はい、あでもどうだろう、もうなんかいいか、ボールね、タツベがね、タツベのゲットチャレンジ用にね取っといた方がいいか。はい、バシャーマンに変えます。ほら、いけいけ、おれどれ、プレスバーン、プレスバーン、いや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 、これで、はい、ぐる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 、はい、ぐる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 、はい、 OK、 よし、 OK、 倒した、もう技1でもだいぶ削れてたね。はい、ということでアルロリベンジでございます。いやー、このパターンがね、あるから安定しないんですよ。パーティーアルロはそのこれとこれで対策違うよっていう風になるんで、ぜひ皆様対策覚えておいて、最初に言って一番嫌なやつだったもんねこれね。はい、さあどうかな、タツベ通常から、はい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 、まあ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 いいんですよ、そう簡単に出ませんから。はい、 OK、 さてと一流、はい、二流、はい、入って OK、 ナイス、はい、ということでタツベゲットぜ、ありがとうございます。あんリトレしてもちょっとまだ足りないな。はい、ということでね、ロケット団の方回っていきました。あの後もですね、何回かね、ちょっとロケット団の個人的には回したんですけれども、シエラさんか、シエラさんがすごい難易度バリ低だったんで、さっきのやつね、だったんで、それ以外の探してるんですけども、ちょっとなかなか見つからずという状況なので、まあ一旦この辺で終わりましょうかね。ということで、今回のですね、新しい3体の、チームリーダーの、手持ちポケモンたちの入れ替わりで、まあちょっと実際にやってみて思ったのは、全体的なですね、難易度はですね、昔よりも何だったら低いかなと。はい、確か CP の調整が入ったんだよね、うん、っていうのがあるの、あ、それもあるだろうし、その対応する、ポケモン、こいつを出しとけばその3体の中で、2体に対応できるとか、こっちにとって有利な組み合わせに、なる瞬間っていうのが以前よりも多いかなとちょっと思いました。はい、でまあ難易度的にはですね、クリフとシエラさんは僕はすげえサクッといっちゃったんですけども、あるのがやっぱりめんどくさいというような意見は聞きますね。まあタツベに対して僕最初 DR が使いましたけども、DR がねシールドを剥がし要因としてはやっぱ重いよね。うん、なので後発でちゃんとシールド剥がし要因を入れたいなっていうふうに思ったところで、で何にしてもあれだね、ルカリオ、はい、ルカリオみたいにさ、グローパンチみたいに自分 の、 攻撃力を上げつつ、かつ溜まりも速い技っていうのはやっぱり未だ健在というか未だに優秀ですね。はい、まあ、攻撃バフがなかったとしても、とにかく溜まりが速くて相手の1体目の段階でシールドを削れる、そういったポケモンを、序盤の方に入れてあげることを、以前お勧めします。はい、あとはまあ個人的に
もうちょっとね、あのロケット GO ロケット団今回ね、なんかサクサク結構クリアできるようになってたので、もうちょっとやってみて、あ、なんかこのポケモンでも勝てんだとか、そういったものがあったらね、動画の中で紹介していこうかなと思っております。はい、ちょっとね、冬このね時期のねイベントを今いろいろ走ってるじゃないですか。込み込みで考えるとやっぱりちょっと楽しいのでね、はい、なんか一日の中であのポケカスして、なんか結構あの、あ、もう1時間2時間経ったみたいな感じになんか以前よりちょっとねなるかなと、なりがちですね。あの風邪ひかないように頑張ろうと思います。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。